はい、こんにちは。佐大人三長です。本日は、平家物語の第15回、御腰ぶりです。比叡山の大使が、日吉神社の神を振り立てて、都に乱入し、撃退される話です。玄山見よりまさの初登場に注目です。内容です。比叡山延暦寺の大使は、加賀の神諸高と、木大近藤方岩森常の処罰を、朝廷に求めていたが、 なかなか災下がおりません。そこで豪を煮やした、比叡山元略寺の大使は、従前寺、マロード、八王寺、三社の信用を振り立てて、都に向かいました。これらは、比叡山の東のふもと、日吉神社の拙者のうちのトップの三つですで。その信用を振り立てて、都へ豪祖に及んだと。 そこで、玄平両家に、大大理、大理の門を守護する命令が下り、平の茂森は、陽明門、大賢門、育方門、これらは大大理、まあ、大理を取り囲む大大理という、まあ、都の中心となる、エリアのですね、一番東側に面した三つの門です。北から、陽明門、大賢門、遊方門、もしくは育方門と、言います。 平の宗盛らは西南の門の守護につきます。源頼政はわずか三百余期で北の門、縫い殿の陣の警護につきます。代理の一番北側の門、作兵門と言うんですけれども、作兵門の北側に縫い殿領という役所の建物がありましたので、この作兵門を警護する詰め所のことを縫い殿の陣と言いました。 そこの守護に源頼政がわずか三百機でついていたと。遠暦氏の大使は手薄と見て、源頼政の守護する縫い殿の陣へ押し寄せます。頼政は信用前に礼儀正しく拝礼し、老頭の渡辺の長日となうを使いに立てて、比叡山の大使に訴えます。この門も通せば戦地に背くことになる。防いで戦えば日頃進行している伊王三能権現に、 弓引くことになると。そして、比叡山の威信を示すため、むしろ警護の固い、平野茂盛小松殿の方から攻めることを進めます。老僧の豪運は、大勢の中を打ち入ってこそ、三門の威信が示されると。また、頼政の人柄の信用できることを、比叡山の大使に語り、頼政が華道にも優れた例として、新山の花という題で、この江天皇の時代に、 読んだ歌を引用します。皆納得し、平野茂盛の死後する大剣門へ向かいますが、激しい乱戦となり、新世にはたくさんの矢がいたてられ、多くの比叡山の大主が居殺されます。比叡山の大主は新世を打ち捨てて、本山へ逃げ帰るという話です。御子ぶり。去るほどに三門の大主。 国師、加賀の神諸高を流罪に処せられ、木大、近藤方岩、諸常を禁国せらるべきよし、相門、土土に及ぶといえども、五彩な中りければ、日吉の祭礼を打ちとどめて、安元三年、宇月十三日の辰つの一点に、十禅寺、マロード、八王寺、三者の神を飾り立て祭って、人道へ振り立て祭る。 下がり松、切れ包み、鴨の河原、忠須、梅ただ、柳原、東北院の辺に、白大守、人人、宮寺、仙道、道道て、いくらという数を知らす。新世は一条を西へいらせたもう。五人を天に輝いて、日月、地に落ちたもうかと驚かる。これによって、 憲兵両家の大将軍、四方の人道を固めて、大主、防ぐべきよし、仰せくださる。平家には、小松の内大臣の左大将、重森公、そのせい三千余機にて、大宮表の陽明、大剣、雄宝、三つの門を固めたもう、弟、宗盛、友盛、重平、叔父、頼盛、乗盛、常盛などは、 西南の陣を固められけり。源氏には、大大死後の源山美頼政の京、渡辺の羽生、佐ず久を胸として、そのせいわずかに三百余き北の門、縫い殿の陣を固めたもう。ところは広し、生は少なし、まばらにこそ見えたりけれ。大主武勢たるによって、北の門、縫い殿の陣より、 信用を入れ立て祭らんとす。よりまさの今日、去る人にて、馬よりより兜を脱いで、信用を廃止立て祭る。つわものども皆各のごとし。よりまさ、衆との中へ、死者を立てて申し送る旨あり。その使いは、渡辺の長日唱うというものなり。唱う、その日は、きちんのひたたれに、 小桜を木に変えいたる鎧着て、尺道作りの太刀を履き、二十四歳たる白羽のを尾、茂道の弓脇に挟み、兜をば脱ぎ、高紐にかけ、新世のお前にかしこまって申しけるわ。衆都の女かえ、玄山御殿の孟瀬と増楼。今度、三門のご訴訟、義運の上、もちろんに騒楼。古成馬一致こそ、 よそにても、遺恨に覚えそうらえ。さては、神を入れたてつらんこと。司祭に及びそうらわす。ただし、よりまさ無勢に騒ろう。その上、明けて入れたてつる神より、いらせたまいてそうらわば。三門の大主は、目立り顔しけり。何度、今日あらんべが、もしそうらわんこと。今日の何にや、そうらわんずらん。神を入れたてつらば。 戦時を背くに似たり、また防ぎ立てまつらば、年頃、伊王三郎に神戸を傾け立てまつって候を身が、今日より後、長く弓矢の道に別れ将来なんつ。彼といい、これといい、方々、何時のように候東の陣は、小松殿、大勢で固められて候その陣よりいらせたもお病もや候らん。 と、言い送りたりければ、となうが各申すに防がれて、人人、宮寺、しばらく揺らえたり、南条そのぎあるべき、ただこの門より、信用入れ立てますれいと、夕夜から大借りけれども、老僧の中に、三刀一の戦議者と聞こえし、津の立者豪運、進み入れて申しけるは、最も冴われたり、 信用を先立て参らせて訴訟をいたさば、大勢の中を打ち破ってこそ、後退の聞こえもあらんずれ、中んずくにこの頼政の今は、六村の能よりこの方、現時着々の正当、弓矢を取って、未だその深くを聞かす。およそ武芸にも限らず、稼働にも優れたり、今夜の院五在位の時、当座の五会やりしに、 新山の花という題を出されたりけるを人々読みわずらいたりしに、この頼政の今日、宮間のその小とも見えざりし、桜は花に現れに蹴り、という名家つかまつって魚漢に預かるほどのやさ男に、時に望んでいかが情けの、 地職をば、後をべき。この信用、書き返し、建てまつれや。と、宣言しければ、すせん人の大主。先人より御人まで皆、もっとも、もっとも、とぞ、どうしける。さて、信用を先立てまいらせて、東の人道、大剣門より、入れ、建てまつらんとしければ、老石、たちまちに出きて、武士ども、散々に、い建てまつる。 中禅寺の御しにも宿もあまたいたてたり、人人宮寺に殺され、衆と多く傷をこぶる。おめき叫ぶ声、梵天までも聞こえ、剣老自人も驚く乱とぞ覚えける。大衆、信用馬、人道に振り捨てたて祭り、泣く泣く本山へ帰り登る。 というわけで、比叡山、延暦寺の大主が、都に乱入したけれど、平家の武士に撃退されるまでの話でした。源頼政初登場の回です。武芸にも優れ、礼儀正しく、稼働にも優れている頼政の人となりが紹介されます。頼政の歌です。宮間の、その小とも見えざりし、桜は花に、現れに蹴り。 新山に茂る木々は多く、どれが桜か見分けることができない。しかし春になって花が咲くと、ああ、これが桜だと、はっきりわかるのだ。宮間木の、その小とも見えざりし、桜は花に、現れに蹴り。次回、平家物語第16回、代理演唱に続きます。次回が、勘の一の最終回です。